今期ロボアニメ枠のシンギュラリティのワールはどんな感じ？なかなかいいんじゃないでしょうか。4話まで見た感じ、ロボアニメマイスターとしては普通に楽しめてるよ。キャラデザインと作画はそこそこいいし、謎多き世界観や設定も先が読めない展開としてそそるしね。今のところキャラ紹介と世界観の説明だけで、ほぼストーリーが進んでいないからスローテンポな作品に見えるけど、新キャラのエピソードにしっかりと1話使うあたり、かなり丁寧に作っている印象もあるんだ。ほなちょっと、ロボアニメマイスターほのかの感想を聞かせてもらおうか。了解。じゃあ今日はオリジナルロボットアニメ、シンギュラリティの R の第4話までを、ざっくりと紹介&レビューしていくね。まず原作についてなんだけど、いわゆるメディアミックス企画で、ゲーム、漫画、アニメなどを同時展開でプロモーションしている作品なんだ。最近の作品だと、スカーレットネクサスが同じバンナム系で近い企画だね。メディアミックス系って、アニメが人気出ずにゲームも空気、漫画や小説も数巻で打ち切りになって、ほぼ爆死してる印象あるわ。それは言うな。まあ、そんな感じで原作のないオリジナルアニメだから、ネタバレを食らうことなく次の展開を想像しながら楽しめる作品でもあるんだ。世界観は文明が崩壊した後の世界を描いた、いわゆるポストアポカリプスってやつだね。この世界では、アニメ本編の約140年前に、新月の涙と呼ばれる、新月の日に降り注いだ正体不明の超強毒性の青い雨と、それによる大洪水という未曾有の大災禍が起きて、人類の 92% が失われてしまうんだ。生き残った人類は地下に巨大都市を作って復興するんだけど、その地下国家も崩壊し、残された人類は地上にドーム型の都市を建設して生き延びていたんだ。しかし、地上には新月の涙以降、エンダーズと呼ばれる異形の存在が人々の生活を脅かしていたため、人類はクレイドル・コフィンという二頭身のロボットと、操縦を支援してくれるメイガスというヒューマノイドと共に、それらを駆逐しながら生活をしているんだ。割とシンプルな世界観やねんな。めちゃくちゃ理解しやすい王道 SF だね。で、主人公たちは新月の涙以降、地上に発生した特殊な結晶や旧文明の遺産などを集めてお金を稼ぐドリフターとして生計を立てているんだ。つまりトレジャーハンターか。そして、1話でとある廃墟を探索中に、主人公の少年が謎の少女型メイガスを発見したことで物語が動き出す。果たして彼女の正体は何者なのか、未曾有の最悪となった新月の涙の原因は何なのか、そして異形の存在であるエンダーズとは何者なのか、という感じの物語だね。この作品って割と設定がシンプルだから、用語解説や説明シーンも少なくて、世界観がすっと頭に入ってくるんだ。意味不明な展開や要素が多すぎてもストレスになるもんな。そして各キャラクター同士の関係性に焦点を当てたエピソードが多くて、彼ら彼女らがどれくらい冗談を言える中であり、どれくらい親しいのかという距離感が明確にわかる会話シーンが多いんだ。そして今のところ各回で必ず新キャラを登場させていて、1話完結型の見やすいエピソードになっているのもいいね。2話では過去に確執があった小悪党キャラ、3話では潤沢の機体に乗る童貞仮面、4話ではエチエチなお姉ちゃんとか、みんなキャラも立っていて、今後のストーリーにどのように絡んでくるのか、なかなか楽しみなキャラクターたちなんだ。一点気になる要素としては、会話の内容がちょっとお下劣というか、品がないんだよね。くさ、なんやそれ。下ネタというか、やったとかやってないだとか、会話内容が高校生や大学生の陽キャノリを無理して表現してる感があって、個人的には聞いてると少し恥ずかしくなってくる感じ。まあ、実際に主人公たちは若くて多感な時期だし、大敗した世界観を考えたら、男女の仲云々を気にするのはリアルなのかもしれないけどね。ただ、脚本からおじさん構文臭さがにじみ出ている感は否めないと思う。それはうちらの動画の掛け合いにも言えることやからあんま突っ込まんとこう。ロボに関しては、デザインがやっぱ好み分かれるよね。可愛いっちゃ可愛いねんけどな。武装ギミックも多いし、CG の動きも悪くないから、アニメを見ているとどんどん好きになってくるタイプのロボだね。ただ、4話で少し判明したんだけど、どうやら属性攻撃というか、メイガスの能力で魔法みたいな謎攻撃もできるみたいで、硬派で泥臭い実弾兵器好きとしては少し残念だったかも。4話まで見た感じは普通に楽しめてるから、あとは今後の展開、特に終盤でやらかさないように祈りたいね。序盤良くても終盤が微妙っていうのは、ロボアニメに限らずあるある展開やな。あとね、ゲームは PV 見る感じ、コフィンの動きも良くてかなり面白そうなんだよね。広大なフィールドを探索したり、エンダーズだけじゃなくコフィン同士でも戦ったりしてるし、こちらも興味のある方はぜひ。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。